Who dares to enter the main? はい、ということで当店、アークレボリューションもブレイブルー P4U やって、うち的には最後の、予選と決勝になりますね。さあ、ワンピーが、リオンさんの回、ツーピーロイさんのソル。さあ、一発目からソル回の戦いになります。さあ、開幕、先手を取ったのはカイ。さあ、ここが、ここ画面端で固めて足払いから、だが、ここバーストを使ってさらにキーキャンでフォローしたが食らっていく。さあ、バンデットリボルバーで非常に固めていったが、逆に画面端を背負ってキキャンでさらに固めていく。さあ、お互いにバーストを使って、さあ、ジャストジャスト、さあ、裏回って、さあ、ここは集団しっかり立っているグランドバイパー。さあ、ここブッキナボを決めて、さあ、ディループ持っていく。さあ、まず1本目ロイさんのソル。さあ、2本目ジャンリーが使ってしまって、さあ、ここは固めに付き合わない。さあ、バックステに K が入ってボルカニック叩きつけ、さらにガンフレームで固めていく。ブッキラボーに投げて、さあ、位置を入れ替える。カフニーのガードしてる。さあ、ガンフレーム当たって叩きつけ締めて起き上がりにバスト。さあ、キキャン攻めていったが、刺してるのはカイ。さあ、中段入ったが、さあ、ここでダスト入る、上に持ってきて、さあ、このラウンド取り返していく。1対1。さあ、最終ラウンドはまず足場から決めていって、もう一発、さらに一気に画面端まで運送してガンフレーム機関。さあ、投げは通る。ハフニングからただ、まあ、さあ、またセットプレーに持っていく。さあ、ここはスタンエッジが入って、もう一発スタンエッジ、キキャンからコンボに持っていく。足払いは届かず、投げを決めて、さあ、ここはボルカニックで暴れていく。さあ、キキャンで固めて、だが再びソルのターン。さあ、勝ったのはロイさんのソルになりますね。おめでとうございます。では続きまして、これミーなんとかロンさん、これちょっとすみません読めなかったんですけど、なんとかロンさんのラムレザルとペンさんのザト、いらっしゃいますか。なんて言うんですかね、メアロン、シャロンって言うんですかね、これ。シャロンさんとペンさん、いますか、いらっしゃらないですか。シャロンさん、試合、で、ミロン、ペンさん、あ、じゃあ試合お願いいたします。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main? Sato 1. Ramabel Valentine. Japan. Sato. 奥はどっちか。平岡さんの勝利。はい、おめでとうございます。Heaven or Hell. Duel 1.では奥の台で続いて伊藤さん、天武さん、お願いします。ありがとうございます。
さあ手前の方は、ラムレザルとザトウですね。なんか僕ちょっとラムレザルがちょっとどんなキャラかよくわかんないですけども、まあ言うてもね他のキャラもまあアクセントファーの知識ぐらいしかないもんなんですけども、さあ、あ、なんかこれ固めですね。さあジャストジャスト取りまくって、さあドリルから起き攻め。さあここはなんか爆死かなんかしてて、さあ難を逃れたが、さあ黒ビートになってるがお構いなし。さあここ空投げ決めて、さあ固めが始まる。さあここうまいこと抜けて、さあジャンディジャンディ、さあまず1本取ったのはペンさんのザト。さあカウンター入って、さあこの試合はシャロンさんのペースですね。さあこのまま殺しきって、さあ1対1。さあ生ダスト入って、さあここで召喚していく。さあ本体は逃げながら近寄っていったが、刺しているのはラムレザル。さあバーストしっかりガードして、さあ空中で様子を見ていたが当たってしまって、さあ画面端の落ち攻め。佐藤が普段やってる側が逆にやられていく。勝ったのはシャロンさん、おめでとうございます。ちょっと待ってくださいね。あれはお前たちの好きな空中風。したら次手前の台、Kさん、ローさん、あ、やる。じゃあじゃんけんお願いいたします。いずれその価値は自分で決められなくなる。Guilty Gear。 さあ今日はなんかざっと見、まあ、剃る回が多いかなというイメージですね。なんか誠しやかにファーストが強いとかは伺ってるんですけど、そんなに今日はいないかなっていう感じで。さあ剃る対スレイヤー、まあ、ハッパンチ入って、ハッパンチ。さあ、ハーフミールはバグステで拒否して、さあ、早めにバースト打っていく。さあ、まあ、ハッパンチにガンフレームが刺さって、さあ、D ループからボルカニックバイパー、締めて、さあ、下段が刺さる、さらに D ループ。さあ2杯、じゃない6杯で締めて、さあ裏回ってきたところに投げを決めて、ロマキャンからさらにコンボ。奥はどちらか勝ちましたか。お名前伊藤さん、伊藤さんのザトウの、勝利となりました。では奥の台で社長さん、太郎さん、お願いします。ああ手前の方は、気づいたら、K さんのソルが1本取ってますね。ガンフレガンフレ固めてバースト入っていく。スキャンでガンフレで固めてボルカニックはスカルが投げで位置を入れ替える。起き上がりにボルカニック暴れてブッキラボー。さあここはミスっていったがお構いなし。勝ったのは K さん。あ、早いですね、ありがとうございます。じゅんさん、たくやさん、試合お願いします。 D1
ジジイ悪いが俺は、まあ結構ペースも早いんで1回戦終わったら1セットでいこうかなと思います。ゲームオーバー。 Guilty Geek Who dare enter the main?さあ、ファーストもミリアも多分今日唯一の使い手ですね。さあ、十分時間をかけていただいて構いません。ミリアウェイダウンタウンバウンVersus Billy. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock. さあ見ていきましょう。さあ開幕取ったのはファーストだが、チョコレート与えてほぼ限界といったところ。さあ縛らい決めて、さあ置き攻めを選択していく。ジャンプ中に K が刺さって、ここは中段しっかり立っている。奥の台で、奥の台が社長さんの勝利ですね。おめでとうございます。では1回戦最後の試合、カッコーさん、ゴンザブローさん、奥の台でお願いいたします。さあ、1本目はジュンさんですね。ジュンさんのミリアが1本。さあ2敗入ったが、またもや体力を回復して投げを決めて画面端。さあゴーイングマイウェイで締めて受け身取って、まあ少しだけ反撃を取って、さあここガーキャンを選択して、さあ何が出るかな。さあガーキャン来たわ、メテオが降ってきて、さあここちょっとチビファーストに助けられた、追撃いけないかもしれない。さあバットムーンから、さらにバットムーン、さあキックハイスラー決めて、中段はガーキャンで拒否して、さあ駒投げ決めて1本取り返す。さらにメテオで下入りと。さあ早めにバースト打って、ブラックホールが出てくる。さあ攻撃を刺してるのミリア。さあ中段には投げ、さあ何が出るかなね。必要に固めていったが、ここは画面端をうまいこと抜けていって 2K から、さあ足払い、さらに画面端で固めていく、下段が刺さる。さあここバスト特に何も起きなかった。バットマン決めて、これは残らない。勝ったのはジュンさんとなりました。おめでとうございます。さあ、そしたらこっからシードの参戦ですね。どんどん行きましょう。平岡さん、チリタさんいますか。はい、平岡さんとチリタさん、平岡さん、チビタさんいらっしゃいますか。あ、お願いします。あ、奥終わった。ラムレザル、奥はカッコーさんの勝利ですね。じゃあここから、1セット進行になりますのでお願いいたします。
Guilty Gear Exile。Who dares to enter the main?Soul. Get ready to Heaven or Hell Duel 1 Let's rock Go さあ、試合の方は平岡さんの、カイト、チビタさんのソロになりますね。さあ、うまいこと2敗で対空取って、さらに足、2K から置き攻めをしていく。さあ、ボルタニック、ここはバースト入って、投げ、まだ残るか。さあ、ダウン追い打ちで死んでしまう。さあ、まずはチビタさんのソルが1本、ガンフレーム、ガンフレーム、さあガンフレーム、相打ちからボルカニックバイパーで叩きつけて、さあここは何も出なかった。さあ5敗からガンフレーム、さあさあファフニールを狙っていったが、さあここは場所を入れ替えて、さらに場所を入れ替える。グランドバイパーはガードして、さあバースト入っていく、お互いキキャン、スタンエッジが刺さる。さあここはキキャンでガードして、さあブリンガー取ったが何も起きない。ブリンガーじゃねえ、勝てないのか。さあ勝ったのはチビタさんの、ソルン。しかしよくやる。そう、ウィン、ストレイト。あれ、渋滞に巻き込まれたらしいんで。あ、負けで。安倍氏ディバイさん来れなかった。シャロンさんの不戦勝となります。おめでとうございます。じゃあ、あ、これだね。次はじゃあ。ミンさん、K さん、ミンさんと K さんでお願いします。ミンさんですよね。 K さんいますか。 K さんはいらっしゃいますか。 K さんいますか。あ、はい、試合になりますんで。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main? Rammer Valve Mountain. Soul Banda. Neo Neo. Rammer Valve versus Soul. Get ready to run.Heaven or Hell. Duel. さあ結構ソルがまだ結構残ってるんですよね。さあこのソル軍団に対抗できるのか。さあラムレザル対ソル。さあ、あの剣の設置がちょっといやらしい感じですが。さあ、こっちキャンデルフォローして、さあ早くもソルが虫の息、さあピヨってしまって、さあまず取ったのはミンさんのラムレザル。
結構リーチが長いので、いかに懐に飛び込んでいくか鍵になっていくんじゃないでしょうか。ファフニルがカウンターヒットして、さあ黒ビートだったが、ここはバースト入って起き上がりにボルカニックを決めていくが、非常に攻めていく。さあうまいこと詐欺飛びして、風投げからロマキャンしてバンデットでリボルバーで締め、さらに着地下段、さあうまいこと使ったところに足払いを決めて、お互い、危険にゲージを入っていくスタイル。さあ中段かな、あれは。さあコパンが入ってソル1本取り返す。ボルガニックバイパー、ラストは受け付けない、ツー投げを決めて、さあ攻め、さあこれはボルガニックバイパー使ったか、投げているのはソル、足払いガンフレーム、ロックハイからブリンガーは当たらないが、ここでラムレザルもバースト入っていく。さあブラギが起動してボルカニック、さらに2敗で拾って叩きつけ、さあ屈伸して、さあここでラムレザルが虫の息だが、さらにソルガンもバーストあるということで、K さんのソルの勝利です。おめでとうございます。では続いてまたまた、ソルですね。社長さん荻原さん、社長荻原さんで試合お願いします。だがこの頭痛はてめえを仕留めれば止まるのか。さあ今んとこベスト8進出5名中3名がソルと、でさらにまたソルが出てくると、さあ対するザトは残り1人なんで頑張っていただきたいところ。はい、あ、アドバスター、あー、大丈夫。So versus Zato. Get ready to run. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. さあ見ていきましょう。さあ開幕ジャストジャスト取っていったが、先制を取ったのはザトウワン。さあボルガニックバイパー決めて、足払いからガンフレーガンフレー、ここはブーツキナモに投げてピッチを入れ替えるか、バーストを使っていく。さあ分身を恐れてなかなか攻めに行けないが、ここで2敗が入って、さあ翻弄していく。さあこれはまだ残りそう、さらに片身を決めて、さあ逆に投げていく。さあこれでザトのターンが始まる。さあ起き上がりにボルカニックバイパー強気に決めていく。さあガンフレームで分身を潰していきたいところだな。
さあ回るが入って、さあドリルで固めていく、スキャン使ってここはバースト入っていく。さあこうなるべく分身の時間を貯めていきたい、ストックのところで回復して分身にボルカニックが入って本体でコンボを当てていく。この試合は社長ペース。さあパーフェクトで取り返す。さあ最終ラウンド、さあ分身タイムが終わって、また分身が外れてくる。さあじゃんけん入って、さあまだお互い大きなダメージはないが、さあハサミ打ちの体勢、そこはバースト入って、さあ下段が入る。さあここフォルトですね、距離を離して、さあ単位力的にフォームを5分といったところ、さあジャストジャスト、ソルが白い。さあここでネガティブペナルティを取られてしまって、ゲージが、ま、空っぽ。ジャスト決めて、さあこれはまだ残るか、固めていく、固めが止まらない。勝ったのは社長の座と、では続いて長谷さん、淳さん、ザトウィン、お願いします。私は知っている、力に限界がなくても力にできる限界はあると思う。まあどうでもいい。ゲームオーバー。ギルティーギア。Who dares to enter the main event? Slayer. さあ、スレイヤー対ミリア。集中して行きましょう。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さあ開幕、うまいこと空対空が入って、先手を取ったのはスレイヤー。さあ金馬を通して早速ゲージを使っていく。まあ幅地からロマキャン、さあここはバースト入っていく。さあ中段カウンター、さあこれは結構いいダメージ。さらに裏裏つなぎを決めて、流れるようにまずは長谷さんのスレイヤー。デュオル2Turn up the heat。さあここは投げ、何を起きてね、下段が刺さる。さあ起きてねを突っ込めて、中段は立ってるが投げを決めれていく。さらにバトム、再び起きてね、ここガーギャン、またもや空対空をしっかり取って、うまいこっうまい。さあ受け身マニュー、さあここガーキャン入って、さあお互いキャン、
投げを決めて長谷さんの勝利。おお、カモン、適当にくつろいでくれたまえ。あ、おおか、シードか。したら、これでベスト8が全部揃いました。準々決勝ではいきたいと思います。完璧だ。ロイさん、キリタさん、いらっしゃいますか？じゃあ、じゃんけんお願いします。さあ、いきなり、ソルが3人いて、そのうちのソル同士が潰し合うと。オーバー。